ウクスラ？お前はユーマ・イルバーン。イルバーンはいらないよ、ユーマだけでいい。それより外に出ちゃダメじゃないか、まだ寝てないと。わかっている。だがどうしても寝ておれぬのだ。一人で部屋で横になっていると様々なことが頭をよぎる。ベアトリスのこと、父上のこと、そしてゲオルグへの怒り。そのようなことを考えていると私は自分が不甲斐なくてならんのだ。このような時に何もできぬとは。気持ちはわかるよ。だからエクセラ、ゲオルグのことは僕たちに任せて。必ずベアトリスと君のお父さんの仇を取るから。だが貴公は交流の力を失ってしまったのではないのか。本当に大丈夫なのか。交流の力がなくたって僕の竜明剣ヴァンデルフォーンはまだ残ってる。今となってはこの剣だけが僕に交流が宿っていた証だよ。交流の形見みたいなものさ。だからこれでゲオルグと戦って交流の望んだ通り世界を救うんだ。そうか、分かった。頼んだぞユーマ。我が心は常にお前たちと共にある。お前たちと共に戦っている。ありがとうエクセラ。どうしたの？傷が痛むの？とにかく海猫邸に帰ろう。肩を貸すよ。いや大事ない、少し痛んだだけだ。一人で歩ける。そう、無理はしないで。お前というやつはいつも他人のことばかり心配しているのだな。これから自分が危険な戦いに赴こうとしている時にもゲオルグ、あやつは強い。くれぐれも気をつけるのだぞ。そして必ずやつの野望を阻止してくれ。頼んだぞユーマ。ユーマ。あ、ソニア、これから海猫邸に帰るの？ええ、大体必要なものは揃えたから。それにお父様にも会ってきたし、出発前の報告にね。そうか。王様は何て言ってた？ゲオルグは手強いと聞いている。気を引き締めて油断するでないぞって。それから必ずみんなで無事に戻れって。だからね、私もこう言ったの。ユーマがいるから大丈夫ですって。え、僕？そう、あなた。もちろんみんなのことも信頼してるわよ。でも特にあなたなの。あなたがいるから私たちみんなは団結できるし、私も一人でいる時よりずっと力を発揮できる。そんな気がするの。あなたが交流の力を失ったと知った時、かえってそのことがはっきりと分かったのよ。あなたに交流が宿っていた時、私のドラグナーとしての力を強化してくれたのはもちろん交流の力だったわ。だけど私自身に力を与えてくれるのはやっぱりユーマなのよ。あなたは私のことを心から信頼してくれている。だから私もあなたのことを信じられるし、信頼に応えようと頑張ることができる。それこそがあなたのくれる力なの。そうか、そういうことなら、うん、確かに僕はソニアのことを信頼してるし大事に思ってる。大事に？どうしたのソニア？ううん、何でもないの。仲間は大事だもんね。
そうだね。みんなで力を合わせて神の復活を絶対に阻止しよう。ええ、頑張りましょう。ユウマ、キリカ、準備はもういいの？ええ、私の方は大体いつでも出発できます。それよりユウマ、体の方は大丈夫ですか？うん、もしかすると光竜がいなくなるとき、最後の力で僕を守ってくれたのかもしれない。そうですか。どうしたの、キリコ？いえ、以前の私でしたら、こんな時まず光竜様のことに考えがいったのでしょうが、今では心配になるのは光竜様よりユーマのことばかり。ふとそんな風に思いまして。そうか、ありがとう、キリカ、心配してくれて。いえ、当然です。ユーマは仲間ですから。そう、私の大事な仲間。キリカだってそうだよ。僕にとってキリカは大事な仲間、それに友達だよ。キリカ、無事に帰ってまた一緒に遊びに行こうね。はい、楽しみにしています。そのためにも必ずゲオルグを倒しましょう。いよいよ最後の戦いね、ユウマ、覚悟はいいかしら？もちろんだよ。絶対にゲオルグを倒して世界を救ってみせるさ。どうしたの、ソニア？この前も言ったけど、ユウマすっかり頼もしくなっちゃったから、ほんと初めて会った時とは。もう許してよ、あの時の話は。そうね、ごめんなさい、もう言わない。一緒に頑張りましょうね。すでに風神の扉は開かれているようです。やっぱりゲオルグはこの先にいるんだ。急いで追いかけて神の復活をやめさせないと。そうね、絶対止めなくちゃ。待て、ジーノス。そのまま行ってもゲオルグに勝つことはできん。その傷は？ゲオルグにやられた。ゲオルグと戦ったの？どうしてあなたが？神を復活させた後、今度こそ完全に滅ぼさねばならん。そうしなければラグラノクに真の決着をつけることは。神を滅ぼすことができるのはお前たちしかいない。ここでゲオルグをとどめておくつもりだったが。だけどジーナス、
お前がそこまでやられるなんて、正直信じられねえよ。俺は、ゲオルグを、数えきれぬほど倒したが、その度に、奴は立ち上がってきた。消耗戦に持ち込まれては、ゲオルグを、倒すことは不可能だ。合流を失ったままでは、勝ち目は、ない。だけど、交流はもう…いや、交流のソウルは、貴様の中に残っている。ドラグナーでもないゲオルグに奪えるのは、竜のエネルギーのみ。でも、交流は僕の呼びかけに応えてくれないんだ。すべてのエネルギーを奪われ、意識を形作ることができないだけだ。交流の意識を呼び覚ます方法が、たった一つだけある。今となっては、それにかけるしか。どうするの？貴様は、交流への呼びかけを続けろ。あとは、俺がやる。交流、聞こえるかい？交流、交流。ダメだ、返事がない。やっぱり交流を蘇らせるなんて無理だったんじゃ。これは、なんだ、力が流れ込んでくる。これは一体。できなかったのだが、どうやら外から力が送り込まれているらしい。おかげでどうにか意識を形成し直すことができた。だがどういうことだ。我の力だけでなく、他のユグドラシルの力も送り込まれてきている。陸流、海流、空流、そして冥流、すべてのハラカラたちの力が。きっとジーナスがどうにかしてくれたんだよ。でも一体何を。ジーナス。俺がこれまでに集めた竜のエネルギー、確かに渡したぞ、ユーマ。ジーナス、まさか。ジーナス。これでいい。俺の中にある竜の力を全てお前に渡せたはずだ。それで交流が。でもだからってジーナス、死んじゃダメだ、ジーナス。心配するな。長年にわたって竜の力にさらされ、俺の肉体は変容している。この程度ではまだ死にはしない。これで交流の意識はよみがえった。だが、ゲオルグを倒すにはおそらく、交流の力をすべて解放することが必要になる。そうなれば、お前は。待って！そのことは、みんなに知らせたくないんだ。そうか。交流から聞いたのだな。
では、すべてお前に託そう、ユーマ。神を滅ぼしてくれ。わかった。ありがとう、ジーナス。それでは、行ってこい、ユーマ。うん。みんな、ゲオルグを倒して、神を滅ぼそう。そうね、世界を救うために。まだ世界はカタストロフに覆われてはいません。神を滅ぼせばきっと。よし、それじゃ行こうぜ。すべきことがある。それをやり遂げるまでは。ああああこれが神。巨大な魔法具か何かみたいだ。お前たちは、そうか、ここまで追ってきたのか。この力は、なぜ光竜がここに。そうか、竜にあだなすものだな。あの男が集めていたユグドラシルの力を使って光竜をよみがえらせたのか。だが光竜の力があったとて無駄なこと。もうすぐ神は復活するのだ。どうだ、初めて見る神の姿は。古代の英知を感じさせる美しい姿だとは思わんか。先ほど誰かが言っていたな、まるで魔法具か何かのようだと。まさにその通りだ。これはハイエルフの高度文明が生み出した魔導工学技術の結晶、竜エネルギー生成システムなのだからな。なんだって。遥かな昔、自然界の力が凝縮された竜エネルギーをより効率的に刺激しようと考えたハイエルフの一派が作り出したシステム。それこそがこの神なのだ。そんな、神を作り出したのがハイエルフだったなんて。当時多くのハイエルフも今のお前と同じように眉を潜めたという。竜の力を刺激するとは何事かとな。だが考えてもみろ、歌などという非効率的な仕掛けに頼ってドラゴンと協力するよりも、竜の力を単純なエネルギーとして利用するこのシステムの方がはるかに効率的で、そして美しいではないか。そんなのどこが美しいっていうのよ。しかしこの効率的かつ美しいシステムもまだ完全とは言えぬ。自ら意思決定を行う機能を欠いているからだ。
だから私は神を継ぐ。私が神を継ぐことにより神は意志を備え完全なものとなる。かつてウロボロスが夢見て刻印教会が引き継いだその悲願が今こそ実現するのだ。私は今完全な神となる。ユグドラシルをも超える力を備えた完全な存在にな。完全な存在？神が完全だっていうのか？そんなことあるはずがない。カタストロフを引き起こして世界に苦しみや悲しみをまき散らす、そんなものが完全な存在であるわけがないんだ。愚かだな、光竜を宿す者よ。神というシステムはカタストロフを含めて完璧に構築されているのだ。神は自らを崇める者にカタストロフから生き延びる術を授ける。カタストロフで滅びるのは神を信じぬ者たちのみ。神に従わぬ者は自らの過ちによって滅び、神を崇める者たちのみがその後の世界を築く。これほど完璧なシステムがあろうか。イカれてやがる。私が神を継ぐ神聖な儀式の前にこの空間を浄化しておく必要があろう。ユグドラシル5体のエネルギーを注入したことで神は目覚め始めている。だが神の力を震えるようになるまでもうしばしの時が必要だ。それまでの間に今度こそお前たちを完全に滅ぼす。行くぞ。容赦はせぬ。神に逆らう者に罰する。負けないよ。絶対に負けないよ。僕だってやれるんだ。絶対に負けないよ。君には負けないよ。震え上がれ。絶対に負けないよ。終末だ。これで行きましょう。僕だってやれるんだ。すごいな。絶対に負けないよ。とどめ。なぜお前たちを倒せん。最強のギャラルホーンを手にしたこの私が。だがこの戦いは無駄ではなかったな。ようやく神が目覚めた。私が神を継ぐ時が来た。我を崇めぬ者どもに裁きの鉄槌を下さん。同じことだ。僕たちは神を滅ぼすために来た。ゲオルグも神もまとめて倒してやるだけだよ。ああ、言うじゃねえかユーマ。その通りだぜ。そうね、ここで食い止めればきっと世界をカタストロフから救える。ゲオルグとて先ほどの攻撃で弱っていないはずがない。このまま押し切るぞ。あいつに世界を好き勝手にはさせない。
エトをあんな目に遭わせたような奴らに。そうですね、ベアトリスのためにも必ず。私も精一杯歌います。悪しき者を葬り去るために。威勢のいいことだ。いいだろう。完全なる神として目覚めるにあたり、お前たちの命を糧とするのも悪くはない。ふざけるな。僕は必ずこの世界を守ってみせる。今こそ神話の時代から続く戦いに終止符を打つ時だ。